皆さんこんにちは。2020年1月に除隊し、これからも活躍が期待されるコギョンピョ。しかし過去には SNS での発言をめぐってトラブルもありました。基本プロフィールからストイックな恋愛観、パクボゴムとの意外な交友関係まで、さまざまな視点からコギョンピョの全てを徹底ご紹介していきます。ぜひ最後までお付き合いください。名前、本名、コギョンピョ、ハングル、生年月日、1990年6月11日、身長、185、体重、71kg、星座、双子座、血液型、O 型、出身地、インチョン広域市、学歴、建国大学映画科、家族構成、父、母、姉、デビュー作、ジャングルフィッシュに2010、所属事務所、CL カンパニー。コギョンピョは高校生の時に YG エンターテインメントのオーディションに合格し、大学生まで演技の練習生として所属していました。大学時代に愉快なニコルの獣医学概論にニコルの友人として出演し、世間に顔が知られました。ドラマ恋のスケッチから応答せよ1988からで、コギョンピョは成績優秀で正義感が強い高校生その役を演じ、俳優としての知名度が上がるきっかけとなりました。シリーズ3作目となる応答せよ1988は、韓国で初めてオリンピックが開催された1988年が舞台。家族の大切さや近所の人々との関わりが心温まるストーリーです。韓国のみならずアジア各国で大人気となったドラマ。また近所で幼なじみのドクソンヘリ、ジョンファン・ユジュンヨル、テク・パクボゴムの恋模様が胸キュン間違いなしの作品です。2018年5月21日に陸軍現役で入隊し、ついに2020年1月15日に除隊を迎えたコギョンピョ。顔つきがより男らしくなったように見えますね。入隊時には別途挨拶の場は持たず、静かに入隊を希望したコギョンピョですが、除隊日には舞台近くの海辺で出迎えたファンとの素朴な時間を過ごしました。除隊後のインタビューでは、一番にしたいことは家族と旅行に行きたいと話していたコギョンピョ。遅い年齢で入隊したことで家族に苦労をかけたので、これからは良い息子となり家族を幸せにしたいと家族思いな言葉を語っていました。コギョンピョは若い頃に両親からの金銭援助を断ったことで生活に苦労したそうです。学生時代コシウォンに住んでいた頃、共用の食べ物を自分の冷蔵庫に入れたりもしていたそう。そういった苦労を含め、視聴者に勇気を与えたいと思いながら俳優を目指したそう。共演者からは、コギョンピョは非常に謙虚な性格で、人に対して配慮ができて真面目な性格だという話が出ています。演技についても深く考える方だといい、演技力が高いと周囲の人は言いますが、本人はまだまだ未熟だとストイックで真面目な性格のようです。コギョンピョは今現在結婚はしておらず、お付き合いしているとの情報もありません。今まで熱愛説は出たことはあるものの、実際にはスキャンダルがありません。除隊したばかりで、まだまだこれからの俳優さんなので、今はお仕事に専念しているのでしょうか。またコギョンピョの女性のタイプは常識があって、恋の駆け引きをしない人、自身が好きになった人には積極的に気持ちを隠さず伝える方なので、自分と同じような性格の人が良いと話していました。もし相手がいたとしても身を隠さずオープンに付き合いたいとも話していました。コギョンピョ、 SNS での発言がたびたび問題になったことが多々あります。2014年に韓国の映画祭で新人男優賞を取った JYJ パクユチョンの批判と取れる発言を SNS に投稿してしまい、バッシングを浴びました。コギョンピョは賞の結果に対して、韓国映画祭は意味がない、明確な基準があって受賞を決定するのではない、結局はお金だ、
と皮肉った言葉を放ってしまいました。これによりコギョンピョへの批判が募り、その批判や悪質コメントの矢はコギョンピョの家族にまで飛んでしまいました。コギョンピョさんは自身のフェイスブックに、以前イスンジェ先生がおっしゃってたことを思い出した、韓国の映画祭は意味がないと、明確な基準で受賞を決めているのではないと、何の意味もないという話、今日その意味が分かった、ただ金だと投稿。27人がいいねを押しています。それに同感とコメントした友達への返答が、基準がない、ミッキーの認知度の勝利、マネキン演技に会社の方針の勝利と投稿。パクユチョンさんは東方神起時代ミッキーユチョンという芸名でした。チョンニョン映画賞で映画ヘムに出演したパクユチョンさんが新人男優賞を受賞したことへの批判と思われます。2015年11月、また SNS で批判騒動がありました。花香る歌はリュスンリョンペスジ主演映画です。リュスンリョンさんは映画の制作発表会の場で共演のペスジさんについて、女優が現場で持つべき美徳、愛嬌、その場にいるだけで幸福感を与える存在感、豆さ、こういったものが多くの幸せエネルギーとなって私たちの撮影を支えてくれたと絶賛。このことについて一部ネットユーザーが、筋は喜び組なのと批判したのです。これに黙っていられなかったのか、この映画と関係ないコギョンピョさんは、これはマジで話にならない、自分も隣のセット現場で撮影していて挨拶を兼ねて言ったが、筋は本当にいい子、何もしなくても雰囲気が良くてとても可愛くて、一緒に撮影する人々みんなが筋のことが好きなんだと感じられた、スンリョン先輩の言葉になぜあんなコメントができるのか。ネット批判した人は社会生活が可能な思考を持ってるのか、誰かちょっと説明して。書き込んだ人は女性だと思うけど、この言葉に女性は理解できるの？マジで筋が喜び組だと思うの？スンリョン先輩が変態に思える発言だったという内容の長文を SNS に公開。全くご自身と関係のない映画の制作発表での言葉について、一般人がネットで批判したことに腹を立てて、その文句を自身の SNS に書き込んだという騒動。表現が荒かったためかえってバッシングを受けることとなってしまいました。その後2016年2月、応答せよ1988終了後に、旅行番組バラエティー花より青春からアフリカ編からに出演。番組は応答せよ1988で共演したパクボゴム、リュジュンヨル、アンジェホンと4人でアフリカを旅する番組です。出演を知ったコギョンピョは番組内で、自分はこの番組に出たらダメな人だと思った、当時の言動は自分が見ても恥ずかしいし、そんな考えを持って生きていたことが恥ずかしかったと涙を流しながら謝罪していました。番組担当のナヨンソク PD は出演者の人柄をとても厳しく見ると有名。そんなナヨンソク PD がコギョンピョの泣いている姿をそのまま流したことは、それだけコギョンピョが真剣に過去の自分の言動を反省していたということだと思います。花より青春アフリカ編で涙の謝罪をしていますが、ユチョン批判。2014年11月、ブラック NUT 騒動。2015年8月、リュスンリョン騒動。2015年11月、応答せよ1988放送。2015年11月から2016年1月、この作品でブレイク。花より青春アフリカ編撮影。2016年1月、花より青春アフリカ編放送。2016年2月、この時系列を見ると、涙の謝罪は SNS 騒動もろもろ全てに対するものではないかと思われます。コギョンピョは応答せよ1988の共演者とは
今でも仲良しのようで、特にパクボゴムとは2人で海外旅行もしていたそうです。ドラマ「応答せよ1988」の以前にも映画「鳴張渦巻く海」と「チャイナタウン」で共演をしたパクボゴムとはプライベートでも親交が深いことで有名。さらに2017年には2人で北米旅行をしていたことが、見かけた現地のファンの SNS 投稿により発覚。ニューヨークのタイムズスクエアやカナダ、またナイアガラの滝で出会ったファンがサインをもらったという話も。最高な旅のお土産になったでしょうね。応答せよ1988のメンバーは普段から仲が良い様子がたびたび見られるのですが、つい最近もコギョンピョ自身のインスタグラムに出演メンバーのパグボゴム、ヘリ、ユエヨン、イドンフィとのプライベート写真が投稿されていました。久しぶりに会ったようで、プリクラを撮って楽しんでいたようです。ドレスコードも白と緑のストライプで決めていったのでしょうか。とっても可愛らしかったです。いかがでしたでしょうか。2020年下半期に放送の JTBC ドラマ私生活に出演予定で、久しぶりのテレビ復帰となります。兵役も終わり、これからますます俳優として大きくなっていくのが楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。